日間では惜しいような超豪華メンバーが揃いました。今節第8レース選抜戦を迎えました。最終日の戦いです。1号艇佐賀の横田隆光、2号艇大阪の松井茂、3号艇三重の坂口巡、4号艇福岡の日高逸子、5号艇香川の大見翔吾、6号艇埼玉の平川香織です。1、2、3、4、5、6のコース取り進んでいます。1号艇は地元横田隆光です。昨日セミファイナルはインから2着でした。さあ今度は決めるか、インコースへと入っていきます。2コース2号艇の松井茂、先月角執念を制し G1 60勝を達成しました。その60の中には唐津執念もあります。2号艇松井茂2コース3コースが3号艇の坂口巡、今日前走は気迫のスタートから逃げました。他3艇が下げていきます。4コース角には4号艇の日高逸子、この中で展示タイム1番時計の日高が角戦、5コースには5号艇の大見翔吾、6コースに6号艇の平川香織、今は少し追い風方向に風の流れとなっています。選抜戦の第8レース3対3の枠なり進入、コースは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内寄りの手ほどコースタート、インから1号艇の横田バチッとスタートを決めていった。1周1マーク、インから1号艇の横田が逃げて、2コースから2号艇の松井のサーシハンドル、外を待った3号艇の坂口、続いて刺した4号艇の日高ですが、先頭は1号艇です、横田隆光。スタートは前提正常でした。刺して追走は2号艇松井茂、3番手が4番と3番が接戦、トップ旋回は1号艇の横田、続いて2号艇の松井、3番手4号艇の日高が回って5番をかわしてから刺す3号艇の坂口です。3番手は4号艇の日高が2号艇の松井にさあ届いてきています。2番と4番2番手が注目で2周の1幕、まずは1号艇の横田、先回る4号艇の日高、これを刺して2号艇の松井、2番手は2号艇の松井茂がさばいてキープをしています。3番手が4号艇の日高で、上位体系は1番、2番、4番、先頭はリードを取っています。1号艇横田隆光が2周の2マークをクリア、2番手が2号艇の松井茂で、3番手には4号艇の日高逸子、2番手3番手も広がりました。上位体系は1番、2番、4番、その後方に5号艇大見翔吾、3号艇坂口巡、6号艇平川香織と追走です。トップスタートでした。逃げました1号艇は横田隆光、2番手追走2号艇の松井、3番手が4号艇の日高で向こう正面です。上位体系は1番、2番、4番、1、2、4の3連単のオッズは 10.5 倍となっています。地元の横田隆光、今ラストターンマークトップでクリアしました。そして2番手追走2号艇松井茂、3番手には4号艇の日高逸子で、選抜戦第8レースまもなくゴールです。1番ゴーリン、2番ゴーリン、4番ゴーリン、5番ゴーリン、3番ゴーリン、6番ゴーリンです。